毒を吐けるっていうのはあれすごいなってやっぱ思いますね。この人の凄さって知られてないんですけど、ですよ。ほう。で、もともと大っ嫌いなコンビだったんですよ。もっとフューチャーしていただきたいなっていう。続いてのテーマはこちらです。はい、天才と呼ばれる狩野英孝さんが天才と思う芸人さんを3人、トップ3ですね。トップ3ですね、はい、第3位は、はい、ナダル。ナダルさん、はい、あの人すごいなと思うのが、うん、結構アンチとかも多かったりするんですけど、うん、やっぱナダルって本当に結構失礼なこと言うんですけど、全く意識してなくてそれを言えるんですね。このご時世のズームで飲んだりとかするとやっぱ褒めてくるんですよ。やっぱ後輩だから、なんか先輩のこと、いや狩野さんって本当最近歌とかもそうですし、ゲームとかも今 YouTube でやっててすごいっすよね。いや本当狩野さんすごいと思いますよ。本当数年前までは本当ただいじられてるだけのやつかなと思ったんですけど、いや本当すごいっすよねとか、ちょっと待ってナダル、今さらっと毒言ってるけど前までそう思ってたの、いやいや違うんです違うんですとか本当に必死に否定してくることとか、あの魔石で言うと、あと出川さんすか、いや出川さんも今本当に、だって今僕らは子供の頃から見てるし、で僕ら世代の子供が出川さん面白いって言ってきて見てて、世代超えてやっぱファンってすごいっすよね。本当あの人芸何にもないのにすごくないですか。いや芸リアクションっていう芸はまず持ってるしみたいな、もう呼吸のように毒を吐けるっていうのはあれすごいなってやっぱ思いますね。でそこに対してやっぱ悪意、悪気がないから先輩とかも、いやナダルナダルみたいな感じでやっぱ怒らないっていう、みんなに、まあ可愛がられてますもんね。はい、でそれってあれですよね、番組の中じゃなくて、いやプライベートです。プライベートでしょ。そうっす。すげえな。じゃあ2位はってことですか。2位はですね、これはあんまりこの人の凄さって知られてないんですけど、しずるの池田なんですよ。ほう。これ僕しずるって同期なんですね、うん、でレッドカーペットとか当時レッドシアターっていう番組で、ね、一緒にレギュラーでやらせていただいたんですけど、まあ、当時からしずるの池田の発想ってやっぱすごくて、当時吉本騒動があったじゃないですか。はいはい、で吉本騒動でやっぱ結構みんな吉本の方に限らず芸人がすごくナイーブになってて、うん、で吉本の本社の前には結構マスコミの方がバーッといて、うん、で印象的なのがやっぱその出てくる芸人さんにマスコミの方がインタビューするんですよ。ゆりやんがインタビューされて、いや本当私思うのごめんなさいって言ってパッと顔を上げたら白目なってるみたいなのが、うん、のボケ、うん、あれ結構わーって世間的にはさすが芸人さすがゆりやん、結構芸人さんがインタビュー取れるたびにボケるっていう連鎖が生まれたんですけど、実はあれゆりやん最初じゃなくて一番最初池田なんですよ。おー、池田が出てきたところをマスコミの方にこう言われたときに、うん、吉本、今回の吉本騒動にどう思いますかって言われて、みたいな、うん、ずっと何も喋らないっていうボケをグッディですわ。で、あれでみたいなのを1分ぐらい流したんですよ。もう池田のボケなんですけど、で、またそういうワイプで安藤優子さんがうなずいてるんですよ、大きく。言葉出てこないの分かる分かる。それも含めめっちゃ面白くて、やっぱ池田天才だなとか、あとあいつ結婚したんですけど、その結婚発表を、なんか知らないけど、吉本とコンビニがコラボして、コンビニを流れてくるアナウンスの声をなんかあの芸人がやるみたいな。どこのコンビニいらっしゃいませ、今ですねこの唐揚げが前に30円引きでやってましてみたいな、そこで、僕ですねこの度結婚いたしましてで発表するとかどこで発表してんだよみたいなとか、発想はやっぱすごいなっていう。なるほどね、はい、いや確かにあの吉本騒動の時にどう受け答えするかっていうのはちょっともう一つ大喜利になりましたもんね。大喜利でしたね、完璧に。あれ池田が作った流れなんですよね。なるほどね、うん、1位の方、僕が1位と思うのはですね、可愛がっていただいている品川庄司、品川さんですね。ほう。僕ですね、品川庄司ってもともと大っ嫌いなコンビだったんですよ。怖くてすごいやっぱ尖ってる時代、僕がテレビ出始めた頃もう
時スタジオ行って楽屋入って一番最初に何するかって言ったら台本一番裏めくって出演者見て品川庄司がいないことを確認するっていうぐらいもう大嫌いだったんですけど、ある時からっていうか僕は品川さんが映画を撮り始めてからですね、僕は変わったと思うんですよ。自分が作るものにいろんな人、大人たちがこう関わってくださってるんだってことを感じて、一気にトゲが抜けて丸くなった気がするんですよね。そこからで、やっぱり品川さんって本も結構読んだり映画を見たりとか知識もすごいあって、飲み行ってもずっと品川さんだけがずっと喋ってるんですけど、全部聞きこぼしのないように受け入れようみたいな僕も体制になったりとかしてて、一度ね、品川さんの作るショートフィルムみたいなところに呼んでいただいて、そのゲームが好きな人、品川さんが好きな人が集まってその動画を撮ったんですけど、どっか心なしか、まあ、ショートフィルムだしノーギャラだしテレビじゃないし、そんな緊張感を持たずに、そこに現場行ったんですよ。そしたらセットであったりとかカメラマンの方とか照明の方とか爆発シーンなんかもあって、そのために特攻さんを呼んだりとか、あれこの現場マジだぞっていう。でも後々それを品川さんに聞いたら、やっぱりその品川さん今裏方、その時裏方としてやってて、演者の気持ちも分かるから、ここで演者の気持ち奮い立たせようみたいな、セットとか俺たちの動きとかで、そう思った瞬間、あまんまと品川さん、品川組の作戦にはまったなとか、やっぱりもう今、あの人映画監督もやってたりもするんで、舞台の演出やってます。表も裏も分かってて、より今品川さん、またさらにパワーアップして面白くて、僕らが知らない裏のことも教えてくれたりとか。なるほどね。もっとね、もっと品川さんフューチャーしていただきたいなっていう。いや本当にあのベスト3、あの狩野英孝さんならではの選び方で、すごい面白かったやつ。もちろんそこに論文さんとかも雨上がりさんもいるんですけど、はい、いやその選び方はね、またね、はい、ありがとうございました。